警察をマッポと呼ぶ理由を解説します。聞いたことありますよね。あります。あります。え、マッポ、マッポ、マッポって言います。呼び慣れてます、ね、聞いたことあります。お世話になって、お世話になって警察は結構、まあ、呼び方があって、サツとかポリ、ポリコ、デカ。サツは警察のサツだと、うんうん、ポリはポリスですね。はい、でもポリコーもまあ分かりますよね。ああ、うん、でデカ、デコスケ、マッポが由来が分からないで、調べたらちょっと分かったので紹介しようと思います。調べたんですね。予想分かり、あります。こちらの方が詳しいんじゃないですか。詳しいというか、デカってでもなんとなく刑事のイメージ。ああ、そうですね。だって刑事って書いてデカって読むわけではないんですよね。漫画とかだとそういうルビーもありますね。そうです。デカは明治時代の警察が着物を着ており、四角い袖がクソデと呼ばれていた。隠語としてデソクカが使われ、それが省略されてデカになったということだそうです。だから袖のこと、四角い袖のことを隠袖でデカ。明治時代の警察のが着物が制服だった。へえ、動きづら。デコスケ、わかります？デコスケ、このデコ、はい、これは帽子のおでこの部分にバッジがついているからだそうです。ああ、警察の、警察のマークがついているので、デコスケ、デコ野郎みたいな感じです。あと、さかなクンを擁護するときによく使いますよね。サンをつけろ、デコスケ野郎って。知りません？知らない。マッポ、私今初めて聞きましたよ。実は歴史的な意味があります。マッポは薩摩藩の明治初期に薩摩弁丸出しの警察官をバカにして言っていた表現だそうです。バカにして？あ、昔は警察官は薩摩藩出身者が多かった、うん、で薩摩っぽって呼ぶのがいつの間にかマッポになって、マッポ。1800年代から続く日本の歴史です。結構長い歴史ですね。知らなかった。ということでした。勉強会みたいになってる。何か感想ありますか？警察って呼ぶのが一番、うん、丁寧ですよね。そうですね。マッポってちょっと口悪いですよね。似合いますよ。呼んだことないです。まあなんかそういう風に言ってる人って生きてんなって思いますよね。うん。中学生まで言っても。ああ、なるほど。こんな感じがする。お疲れ様でした。お疲れ様でした。